Welcome to my channel. This is Sam and I'm playing Fate Samurai Remnant. So I just quit my videos. お疲れ様。 夕餉の握り飯も用意しておきましたか。 世話をや… I think I have done all this. 攻撃は明日にしよう。 せく、たかが左… I did all this. Sala safe ka utare mother. Mate. Yobibito yo. Kimi no nao wa nan da? Iori. Miyamoto Iori da. Dewa Iori. 遅れるなよ。 待て。 逃がする。 弱い。 剣以外の脳はないのか。 マークはないな。 行くぞ、 より。 ये यार ये सब तो कर चुका हूँ मैं। देख लो कितना पीछे ले जाता है। अरे भाई साहब। स्कूश करेला मिला। नाइडर। लोई। क्या नहीं सही? にしましょう。引き放つ。取り合い。行くぞ。
already done this shit, man. We went inside the house. So this game is like... Naze owanu yori? Watashi nara ano teido no renchu. I have already done this. Sally, yahan pe safe kyun nahi hua? Sayou na koto mo aro. Eigetsu no gi. Nani bun tesaguri no kokoromi yue na. Ha. ランサーの妨害さえなければ神明の類推もかなったのでしょうが、ともあれこれでようやく7人の呼び人が揃ったと言えましょう。土帝殿、報告大義であった。して小説よ、なぜキャツをみすみす取り逃がすような真似をした？それは、こたびの件、お前の友も腹に据えかねていると見えるが、恐れながら慈悲深き我が主よ、無知な者を無知なまま殺すことも慈悲かと言ったはずだ。ライダー、マスターの自覚なき者を斬るは我が心情にもとる。聖水に魚を済まず、石上五穀を生ぜず、せいぜいその気真面目さで斧が首を絞めぬよう努めるのだな。ये किसी और के साथ conspiracy कर रहा है? तो masters, जो लोग इस ritual में भाग ले सकते हैं, उनका हर एक का एक डिसाइपल होता है। जैसे इसका राइडर है, मेरा वो कैरेक्टर है, और एक जो लड़की आई थी वो किसी और की थी, मतलब उसका मास्टर कोई और था। तो ऐसे 7 लोग हैं जो कम्पीट करेंगे वहाँ पे रिचुअल में। तुक मोदोरु ज़ो राइडर, नागाई वा मुयो दा। ओमाशियो उसाहो मोनो गा सोको नी।切りつけるとはな、義に無関係な人間だったらどうするつもりだ？ランサーとはそのマスターか。このような弱に一体何の用向きだ？奇襲以外何があると、もっとも子孫自体がね。随分と大胆な奇襲があったものだ。とはいえ貴殿が相手なら話は早い。ライダー、待て、やる気があり余ってるのは結構だが、そいつと正面からやり合うつもりはない。ではどうするつもりだ？くだらない思い出話をしようじゃないか。ゆ何故私の名を知る？貴殿は何者だ？知恵門、己に加盟なし。かようなものは島原の炎で灰となって。島原の生き残りならば、もしや貴殿、森総意見先生を？よく知っている。さあ、くだらない思い出話をしようか。うん、知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。いい観光地かな。わしが剣にのみ生きたのは今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならば、わしはそのままで生きただろう。
だが世は変わった。ならば道も変わるは道理。二点一流は剣のみにあらず心の形、人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚え書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和を良しとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し切りの相手になるだろうとな。決して情などではない、情などではなかったのだ。師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは師匠、武蔵の教えなどお前には苦痛でしかない。そのような運命に出会えば当然のように従うだろう。人助けなど全く。お前は生まれる時代を間違えたのだ。सेव करने का ऑप्शन नहीं यार। गेम का मुझे शिशो ओकिरो कोई ना या शिशो वा मो いい加減起きろ。よりおはよう、セイバー。その呼び方は、まあいい。遅いぞ、ヨリ。先が思いやられる。あの程度の戦いで、どれほど疲れ切った？まったくもう。次は、君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり、刀を抜きかねん。おう、イオリが抜くか。となると私の加減次第では返す刀でイオリは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。昨夜君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝げの時間だろう。さあ支度を、より兄ちゃん大変だよ。隣の家がみんな壊れて。おや、来客か。客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに。で、兄ちゃんちも大変じゃない。一体何があったの。ああ、そうだな。昨夜は、人ならざる者の襲撃を受けた、と、どうしてカヤに言えようものか。何？
単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげで夕べは大騒ぎだなあ、イオリ。雷か。って、誰ですかこの孤児。綺麗。もしかしなくてもこれって。私はセイバーという。察するに君はイオリの妹のか。はしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。 Until now, 何を焦る、イオリ。大事はない。妹は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。イオリがどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに切り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？あ、本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん？喧騒が心地よう身に響いての。気づけばぐっすりと眠っておった。イオリ、これは本だよ。本？ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いしよく曲がる。 So from the next video I will just skip the part and start the video from where I ended it. So that how you can relate. The video will be shorter. なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か。本を知らぬとなればやはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆりはそう熱く見つめるでない。まあわしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし本か。時が変われば書も口を聞き空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず読むのを諦めていたが、
ある日突然俺に琴の葉を放ってき、正直驚きはしなかった。琴の葉でやり取りができるのは、なんというか書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後カトンの会得に成功したというわけだ。カトン、ああ、あれか。昨夜君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の師か。師が傍らにあるなら、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士ってのんびり話してるけど、兄ちゃん家なんとかしなきゃ。ホコリも泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな、これでは朝毛もままならん。ならばよりよ、これを機にこの長屋に魔術工房をこしらえてはどうじゃ。鍛冶師に鍛冶場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ鍛冶場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事、一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあどう銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ必要な素材を買いに出るぞ。I need all the paper, those, suppose,
せい。5 post rope, 3 wallpaper and 1 wallpaper. So, get this one. Arigatou! This post rope, right? Saido ari! And 3 wallpaper. Saido ari! お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。Cats and dogs completing this trial sound rewards. おかえりなさい。買い物ちゃんと終わった？ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかの。こんなところじゃな。広くなったが、その銀河の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。工房とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。儀を終え次第、元に戻しておこう。さて次じゃ、工房についていくつか教えておくとしよう。Skill tree has been unlocked. Skill points is SP. Okay. That I know. Multiple skills can be acquired. I have 5 skill points. This says unlock the spell that gradually restores HP for a short time.Getting at us at the perfect time, you might get a chance to unleash powerful contracts. I want this. Ooh, this needs 4.
beaten by this one next. つまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いよ。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。So first of all, I did not notice that. お身をつけか。Long year. 実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている？英月の儀はどうなった？腹が減っては戦ができぬと当代では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、伊織。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き、うん、OK, let me check. 33 minutes. それは英月の儀をどう戦うかということか。なあ、そうだ。ふむ、ならば私から言っておくことがある。義がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。あらゆる手を尽くして。優先すべきは敵マスターとサーヴァントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考えるの？うん、分かってもらえて何よりだ。本当に？その驚きは何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。昨夜君の意思はもう聞いた。そうか、では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよう。出かける？え？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ？銭？ああ、確か、うん、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原？よくわからないが、君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。行くべきだ。ああ、虫の知らせがあってな。もとより君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。まあ案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。
銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。行くぞ。Resting now. I think this is the skill tree. What is this?支度は済んだか？ああ、出発しよう。待て、わしも行くぞ、イオリ。So maybe I will end the video here so that I can start from here in the next video. I know it's a short video, like 38 minutes, 39 minutes. I don't care. Thank you guys for watching. Stay tuned for more and don't forget to subscribe. This is it for now. I will be back with another exciting video for you guys.Until then, stay tuned and have a good day. Bye guys. See you soon.